防護服を着て入らないと入れないだよね、だよね、よくわかんないよね。すごい、すごい来た、すごい来た、爆発が来た。さあ、ということで今回ね、ちょっとこれしまった後にちょっとお話ししましょうかと、しっかりと考えてきたんで、めちゃくちゃ銃あるなこれ。もう全部売ろう。フェラルまでまだ時間はあるんですが、先に戦略をご説明します。お絵かきタイム。今回考えてきたのは、前回の起点で導線が長くてタレット打ったら正直もう無双しましたよね。代表やっぱ略奪品大好きなんで、略奪品が欲しいというのは変わりません。がっつり長くて一つの道でいろんなものを試して最終的に略奪品ウハウハしてやろうかなと。今回そのボースリザック後半は永久期間作ってやろうと思います。まあ、今までループしたものいっぱい作ってきましたね。レオンタワー上から突き落としたりとか、あとエレベーターのやつやったりとかあったんですけれども、いや、ゾンビってさ、そもそも一本の道でずらーっと来るじゃん。一本道で行きます。ここはですね、いつものあの途中の下に略奪品落ちるんじゃないかのはしご、ここの略奪品がパーティーない、パーリーない、こうゾンビさんですね、ここ上がってきますよね。バカほどあるギミックをひたすらこの一本道に全部使ってやろうと思います。もうすべて、まあ、例えばもういろんなもこう順番は前後するかもしれないんですけど、まあ、あの戦車ゾンビ、戦車ゾーン HD ブレードね、これ全部あのイメージはあの車のガソリンスタンドとかであるあの車洗うやつあるじゃん、まあ、ゾンビまず戦車しまして、ここでここでですね、一旦段差つけます。電気ビリビリ、こちらで簡単に言ったら止めていきたいなと。全て1マスでございます。まあここを上げる意味は、これ上げないと電気ビリビリきれいに入らないので、ちょっと段差をつけます。次に待ってるのが、そうダーツトラップ。永久期間っていうことはスレッジハンマーボンボンボン、エレベーターのここで異世界に飛ばしちゃおう。皆さん覚えてますか、エレベーターって地面に向けてやった時エレベーターどうなりました。そう、彼異世界転生したんですよ。下にね、異世界には飛ばしません。あの異世界飛ばすと面白くなくなるんで、これ地面ですね。こういう感じでだからポト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 落ちてはこっちに帰らないといけないと。まあダーストラップとブレードが逆転する可能性もあります。修理の兼ね合いもあるんで。ということで今回の作戦名は、セブンデイズトゥーダイウォースリザックがもう終盤に迎えてデカゾンビが出てこないので、正直もうギミックどうしようかな、もうちょっと俺勝っちゃうしな、でも比率が欲しいしな、でももう勝っちゃうしな、でもどうしよう、勝率このままいったら7割9割下手したらもうもう代表負けないじゃん、すごいじゃんみたいな拠点になっちゃうけど、まあまあまあそれはさておき、今回はこの一本道無限インフィニティ異世界転生永久期間であいつらをボコボコにして略奪品ウハウハして物資がガッチャンガッチャンで代表やっと黒字になったねっていうやつにしようと思います。システムレッツゴー。さあやってまいりました、こちらブーン。まあお墓とエレベーターね、いろいろありましたねこちらね。まあ高さこれぐらいで十分やと思うよね。ちょっと高すぎたか、こうやね、こういう感じでやっていって、この導線が生きるかどうかなんだよね。なんか落ちた時にちゃんと下で取れるようにしないといけないから、でここでこう、これどうよ、これぐらいの長さでちょうど長いな。まあ上金でいくか、これは。オーケー、これでまず一旦導線ができたと。さあこっからですよ、こっからどうギミックぶちかましていくかっていうところなんだけど、ちょっと怖いからここも足しとこう。バカむずいよこれつけるの。きた、きた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 、あいいや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 、HD のさブレードあるじゃん、あれね重ね付けできない。
エレベーターの時は重ねてたのはあれは通常のブレードがあったからやね、土台にね。だよね、今思ったんだよな、ちょっとね。ウォースリーザックのフェラルホードもいよいよもう完全に終盤戦となってきましたので、このモッドでしかないギミックをもうどんどん使っていこうと思います。そんな感じで今回考えた拠点がこちら、ドガーン。まずポイント別にちょっと説明していこうと思います。ポイント1、まずゾンビの動線こちらですね。スタスタスタスとゾンビがうーっと上がっていきます。ゾンビが上がっていったところでまず待ち受けるのは一本道。この一本道はゾンビ普通に来れますね。でポイント2、このあとゾンビが続いてくるのがそうダーツトラップ。こちらのカメラで視認をしている状況です。でこのカメラの場所ももうほんとギリギリのラインにしか視認しないようになっているので、ゾンビがここに登ってきたら一気にこれが一斉発射する。万が一ここ登らないようにこちらははしご裏側にしてるんで、ゾンビここ登れないようになってます。こちらブレードの森ご準備しました。一番下が HD ブレードトラップ、通常の10倍の硬さでやってます。ゾンビがここで、ブレードにかかりながらもなおかつ電気ビリビリで止まってしまうと。ここを乗り越えてきたところで上がってきて、そう見てください、こちら何もないですよね。そう何もないんですが、ゾンビさんここまで歩いてきたらどうなるか。このエレベーターなんとですね異世界転生できてしまうと。こちらガンとゾンビを踏み潰すと、なんとこの下にゾンビが行きます。つまりは潰されたゾンビたちは下に行っちゃうので、このままケバブレードでブリ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 と最終的にここに来ても、はいお疲れ様でした異世界転生ドン、またかよということで、この無限ループ、そうインフィニティができてしまうと。このモッドにしかないギミックも全てぎゅうぎゅうに詰め合わせてみた、そんな拠点となっておりますので、皆さん楽しんでいってください。どうもみんな大好きデンジャー田中です。皆さん、しゃがみすぎた。みんなどうだい、え、YouTube の方で高評価とコメント今忘れてるって。ノンノンノン、もうここで一旦ストップしちゃってさ、そっちの方一回行った方がいいんじゃない。そうコメントもさたくさんしてくれると、今後もセブンデイズの動画いっぱい出していこうかなって思っちゃってるよ。ということで今回この拠点やっていくんだけどさ、うん俺の感想言っていいかい。うん多分ね死ぬ。56日目かな、スタートしていこうと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。ということでフェラルホード開始、ガーン。フェラルホード開始しました。さあどっから来る、どっから来る、デカゾンビ来るのか。来ました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 、おはようございます。そして直角に曲がっていく、直角に曲がっていく、動線は完璧だ、動線は完璧。まずはこちらから上がっていって、ギミック1、ダーツの森。さあダーツの森からここでザザーってダメージ受けていく。さあ次は HD のところでしっかりと、さあ電気にここ当たっていく。まずはここが強い、ダーツの森がしっかりとできている。いやいいよ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 、あ一本道も強い、一本道も強い。さあデモリッシャーがお出迎え、デモリッシャーくんが来るが速度がマックスでも、さあそこで、あ一本道強い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 。さあこの後が来れるか、あ強いわ、強い強い強い、いい感じいい感じ。さあダーツが非常にいい感じで当たっている。さあここでの HD トラップもめちゃくちゃ優秀、ブレードトラップをそこそこ修理しに行かないといけないけど、まずはここの電気がめちゃくちゃ優秀やね。おっとこれはこれはダーツの森からのブレードの森が非常に当たってるか。ステージ500になったがデカゾンビは現れない。さあ警察ゾンビも来たが、おっとまさかの永久機関が出来上がって、おっとここでここで一人乗り上がってきた、なし上がってきたやつが来る、寝し上がってきたやつが来る、初めてここでなし上がってきた。さあどうする、お前よく来たなと、じゃあ一発目のハッピーバースデーお前言っとけよと、はい行ってらっしゃい。
ブイーン。はい、やばいやばいです。一番いいところが見えてません。シンタスさんの画面で動画で、こちらは動画でチェックしてください。代表コマンドミスりました。さあこちらがまだいけると、まだいけるよと。さあダーツの森がこのまま見て、デモリッショーがデモリさんのダメージもしっかり切れていく。ちょっと修理が若干怪しくなってきたから、ちょっと見に行きましょう。この辺がちょっと修理必要。さあここでブレードトラップが、あでもね HD やっぱりね壊れてくるね。早いわ、見てブレトラもめちゃくちゃ早い、壊されんの。おーっと、ここで肉肉ゾンビさんが来ました。肉肉ゾンビさん、ちょっとお待ちください。こちらエスカレーター上げるの忘れてました。やばいです、やばいやばいやばい、忘れてました、落ちました。あ、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、肉肉ゾンビさん、ゾンビさんいらっしゃい。それではゾンビさん、いってらっしゃいませ。あの世へゴー、異世界転生ドーン。いや異世界転生が強い、異世界転生があまりに強い。いやここが強いね、ここがバカ強い。チビデモリッシャーが登場しました。チビデモリッシャーがついに来た。だが小さすぎてここに乗れないのか。さあこの電気の耐久、ここはもうね直さずに行こうかなと思ってる、まあ、むしろ直せない。いや強いね、いや動線の学びが強いね。ここ殴ってきてはいるけど、ここ殴られたとてなんだよね。ほらやめるんだよ、やめてるやめてるやめてる。いいですね、素晴らしいですね。あれみんなごめん、今回もちょっと強いかもしれない。もっとひりつきが強くと思ったけど、電気が強いかもしれない。でもねまだ待って、みんなまだ時間はある。肉肉ゾンビさんが乗り越えてきました。こちらでここをはいつけていく。はい異世界転生、いってらっしゃい。いやみんなこれ強いぞ。あ来ました、チビが来ました、頑張ってます。キッサー、俺だって爆弾持ってんだぞ、開けろよ、ここ開けろってよ。いってらっしゃい。あれ。いやこれは強すぎたかもしれない、みんな。ただもう電気は修理しないよ、電気は修理しない、切りつきが欲しい、電気修理なしでいこう。もういやーでもね永久期間できちゃってるね。まあいい、押し込んで押し込んで。あとはいつもだったらさここに棒立てるけど、もう棒もいらない、ブレードで。あーいいねー、いいよ。デモリッシャーさん、いってらっしゃい。ピューン。ここに挟まってんだよね、こいつちっちゃすぎて。もはやかわいい。さあどうなる、警官ゾンビも、でこれが強いね、ここが強い。ただ耐久が、耐久が。さあこの人たち落ちてもらいましょう。レッツゴー異世界転生、はいズドン。ちょっと上に登ってきたが関係ない、関係ないよねと。あーとここで爆発起きました。でも電気フェンスがそもそも1本壊れてます、そもそも1本壊れてる。あと2本、あと2本、
でこいつらが殴ってるけど多分やめます、これ見といて、やめる、ほらここ殴り始めるんだけどやめるんだよね、ほら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 、さあいいよ頑張って、いやーちょっと回路が完全に分かっちゃってるまであるね、動線もマスターしつつあるから、じゃあみんなここ外すからね、ここ外していくからね、外しまーす、これで電気が完全になくなります。さあ電気がなくなってどうなるのかと、こっからは乗り越えてくるわ、そうだよねそうだよねそうだよね、どんどん乗り越えてきてちょうだい、上に上がろうとしている、上に上がろうとしている、それは許さない、はいレッツゴーはいズドンなんで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 、横は良くない横は良くない、それは聞いてない、ちょっとあんたたち異世界転生しなさい、異世界転生しなさい、あ落ちていきます、異世界転生しなさい、あんたたち異世界転生しなさい、こら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 、異世界転生しない、デモが危ない、さあここねまだまだ来るよねと、大丈夫大丈夫みんな安心して、いってらっしゃーいおい、なんで上乗ってんだそれお前ら、なんで上乗ってんだそれ、おいおいおい、来んじゃない来んじゃない、来るな来るな来るな、予定外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 、ちょっと待って待って待って、予定外、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、ちょっと待って、エレベーターのエレベーターの、もうちょいこっち来なさい、もうちょいこっち来なさい、いけ異世界転生、なんか余ってる、ちょっと待って、なんか余ってるやついる、全部行かない全部行かない、ショートカットしてくる、このままだとショートカットしてくる、いいよね動線できてるよね、動線できてるね、はいはい、一本道 OK、 銃撃ってくるやついる、はい溜めていって溜めていって、極限まで行く、極限まで溜めよう、まだいける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 、一番のみんな信じて、まだいけるまだいける、上に乗ったやつだけ倒す、上に乗ったやつだけ倒す、まだいける、ギリギリまで溜めよう、やばい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 、早い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 、修理が早い、異世界転生いけ、ブーンお前待って、残党残るなって、お前ら残党残るの、あっぶね、町女は危ない町女は危ない、オープンね、まるで年始のバーゲンセールのように来てます、年始のバーゲンセールのように頑張ってきてます、ちょっと危ないかなちょっと危ないかな、落ちてもらっていいかい落ちてもらっていいかい、まだ食べれる、もう無理、いけ異世界転生ただもうチタンがない、チタンがやばい、すごいスピードで殴ってくる、やばい、見てくださいこの耐久力のヘルスピード、あー上に上がってきてね、上に上がってきたやつは倒す、上に上がってきたやつは倒す、上に多くないかな多くないかな、異世界転生、やばい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 、入ってきた入ってきた入ってきた、目で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 、危ねえ危ない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 、なんか登りすぎじゃない、なんか登りすぎじゃないかなおい勝っちまうじゃねえか、いいのか今回も、神ギミック作っちまったか、やっぱりこのガレージとエレベーターの組み合わせが最強か、さあたまったね、いってらっしゃい異世界転生、ズドン、あいいね綺麗、今のも綺麗だね、いや素晴らしい、異世界扉がやばいです、異世界転生いけやめてください異世界転生強すぎる、俺たちの勝ち、異世界転生ズドーンまず一本道が強いね、この長い動線、もうちょっと短かったら正直どうなってたか分かんないけど、これが強すぎたね。で今回ちょっとフィードバックなんだけど、まず勝利ポイント1が、まあ、動線だね、ここに落ちたとしても最終ちゃんとあそこまで帰るっていう風に動線ができたのが一番強いポイントで、電気がやっぱ強いで、あとブレードの森はすぐ通り過ぎるのと、この一本橋だったら
電気とブレードで衝撃でブルブルなって落ちているっていうのが結構インフィニティになったね。でもやっぱこれだね、やっぱこれエレベーターとガレージ強すぎるんで、もう今後はちょっとね、これはエレベーターとガレージは禁止する、まあどっちかを使うっていう感じだったらね、あのありかなっていうふうにしたいんだけど、これとこれの組み合わせはねもう最強すぎるから、今後はちょっともうちょっと比率いきたいから、みんなここはなしにしていこうと。ということで今回ですね、超一本橋拠点異世界転生してみたというところで、ここで完全に地面に埋め込んだら下にすり抜けていく、このギミックで無限インフィニティ素晴らしかったです。お疲れ様でございました。ということで完全にちょっと勝率が上回っちゃいました。俺たちの勝ち。あのできたらですね、皆さんあの YouTube のコメント欄の人で、あの今後ですね、フェラル、変えていきます、日数を、77日下2桁縛り、77日も終わったら次177、277みたいな感じでアイデアがある限り、まあ、やれればなと。まあ気持ちよく最後はそこでもアイデアなくなったらウォースリーザック終わろうと思いますんで、あとはステージレベルをねコマンドで変えれるんであれば、もうぜひですね皆さんコマンド教えていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。 YouTube のみんな見て、 Twitch のみんなもこうやって盛り上げてくれるんで、お祭りありがとう。ということで永久期間拠点最強すぎた。 I love you。